ファンの皆様、本日もご来場誠にありがとうございます。ただいまから小塚田賞優勝ジョッキーインタビューです。見事3A キャピタル号で優勝いたしました山本俊哉騎手にお話を伺います。おめでとうございます。どうもありがとうございます。激闘を制しました。今の率直な気持ちを聞かせてください。はい、嬉しいです。さてレースなんですが、今回ね、初めて、まあ、レースではまたがるということだったんですが、そのあたり、まあ、初めてのコンビというところでの、三重キャピタルとの、息の合わせ方といいますか、そのあたりどうでした？そうですね、レースでは、一緒に、何回も一緒になってたんで、こういう馬だ、こんな感じかなっていうのは、大体イメージしてたんですけど、まあ、追い切り乗せていただいて、大体の感触、つかめたのですごい状態が良かったので、はい、自信を持って臨めました。今回逃げる形も大変自信満々という感じに見えましたが、あのあたり道中いかがだったんでしょう？まず作戦は特になくて、出てから考えようと思ってたんですけど、やっぱり辰則が乗りやすいように下馬でね、出足つけててくれたのですんなりポジションを取れましたし、はい、特に不安なくレースは運べました。さあそして直線なんですが、まあ痺れるような追い比べでした。あのあたりどうだったんでしょう、追いながら。そうですね、一瞬首半端身ぐらい出られたんですけど、すごい馬がね最後根性出してくれたっていうか、本当に差し返した瞬間自分でもなかなかない経験というか、鳥肌が立ちました。はい。さあこの後もですね、大変この三重キャピタルね、これでまた連勝も伸びました。大変楽しみだと思います。この馬まだまだ強くなりそうだなと思うんですが、乗っていていかがだったでしょう？はい、すごい柔らかい馬で、すごい素質馬なので、はい、今からね、いろんな競馬させてバリエーションも増えて いければいいと思いますし、逃げ一本の馬だけではないと思うので、はい、これからの活躍も応援よろしくお願いします。そして、ファンの皆様、山本俊哉騎手の活躍に大きな拍手を送っていただいています。一言お願いします。はい、今日は暗い中これだけのお客さんに、残っていただいて嬉しいです。そしてなんか、ね、みんなで盛り上がれたので、すごい競馬時代も楽しくなりました。遅くまでありがとうございます。はい、見事優勝いたしました山本俊哉騎手にお話を伺いました。ありがとうございました。さあでは表彰台の方にお越しください。ただいまからテレビ岩手杯第50回小塚田賞 M1 の表彰式を行います。今年の優勝馬は三栄キャピタル号でございます。馬主は鈴木正俊様、浦川宮内牧場の生産です。瀬戸光一調教師、山本俊哉騎手、瀬戸光輝厩務員のスタッフでございます。では表彰です。はじめにテレビ岩手社賞の授与でございます。株式会社テレビ岩手専務取締役青山様より、優勝馬の馬主様に優勝カップ前沢牛カレーシチューのセットの目録、調教師騎手厩務員には前沢牛カレーシチューセットの目録が贈られます。馬主鈴木正俊様、おめでとうございます。瀬戸光一調教師、おめでとうございます。山本俊哉騎手でございます、おめでとうございます。瀬戸光輝厩務員でございます、おめでとうございます。皆様おめでとうございます。テレビ岩手社賞でございました。続きまして岩手県馬主会会長賞の授与でございます。一般社団法人岩手県馬主会副会長岩渕様より、優勝馬三栄キャピタル号の馬主鈴木正俊様に商品券の目録が贈られます。馬主鈴木正俊様、おめでとうございます。続きまして全国公営競馬主催者協議会会長賞の授与でございます。代理といたしまして内宮競馬開催室務委員長より、優勝馬の馬主様、鈴木正俊様に賞状並びに記念品が贈られます。馬主鈴木正俊様、賞状でございます、おめでとうございます。続いて記念品が贈られます、おめでとうございます。
最後に開催執務員長賞といたしまして、優勝馬三栄キャピタル号の関係者の皆様に記念品並びに花束が贈られます。馬主鈴木雅俊様、おめでとうございます。瀬戸光一調教師、おめでとうございます。山本俊也騎手、おめでとうございます。瀬戸光輝厩務員、おめでとうございます。皆様おめでとうございます。テレビ岩手杯第50回小塚田賞、今年の優勝は三栄キャピタル号の関係者の皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。以上をもちまして表彰式を終了させていただきます。皆様ありがとうございました。